大阪選挙区では届け出順にご覧の方々が立候補しています。大阪のメインストリート御堂筋に面した大阪市役所です。 憲法改正や歴史認識をめぐり、国際社会を巻き込み激しい議論が沸き起こったのがこの場所でした。憲法改正の発議には、国会議員の3分の2以上の賛成が必要です。これを半数以上の賛成にまで引き下げ、憲法を変える手続きのハードルを低くする憲法96条の改正を主張しているのが大阪市長たちです。 北朝鮮問題をはじめとする東アジア情勢が緊張の度を増す中、日本の安全保障政策も一つの岐路に立っています。戦争放棄を定めた憲法9条と自衛隊との関係など私たちの暮らしの中で憲法について考える機会も増えていてその在り方をめぐる議論も熱を帯びています。 一方で、過去の戦争をどう総括するかという歴史認識の問題も、日本と周辺国が未来志向の関係を築く上での課題として立ちはだかっています。大阪市長が戦時中の従軍慰安婦について当時は必要だったと述べた発言は、国際社会にも大きな波紋を広げ、歴史に向き合う政治家一人ひ人の姿勢も問われることになりました。 大阪から火がついたともいえる憲法改正や歴史認識をめぐる一連の論議は一人一人の価値観に関わるテーマだけにヒートアップしがちです周辺国との緊張緩和と日本の安全確保をどう両立させていくべきか政治家にも私たちにも冷静で未来を見通した判断が求められているといえます